はい、こんばんは。横浜のフレイユーラ、夜釣りのタチウオです。これは横浜ベイブリッジ。こちらは翼橋。これは緑の浮き。こんな感じです。フレイユーラの公園。緑が浮きです。この浮き沈まないかな？見えなくならないかな？と思ったら、これは緑のタヌキですね。赤いキツネじゃなくて緑のタヌキ、カップ麺じゃないよ。ここフレイユーラにはタヌキいっぱいいます。タヌキです。野良タヌキ、緑の浮きと緑のタヌキ。このタヌキ今から小便するんですけど、足上げるんですね。初めて見ました。寄ってきた、逃げろという間に緑の浮きは沈んでます。緑のタヌキはこっちに寄ってきたんですけど、タヌキの楽園、釣り人から餌もらってるから慣れてます。横浜のタヌキ、野良タヌキ。ただね、釣った人の魚も狙ってますので注意です。ここで合わせ、もういつ浮きが沈んだか分かってなかったんですけどね。乗りました。うん、やっと浮き見えてきましたね。あともうちょっとです。80センチ。どうも、タチを釣れました。真っ暗でわかんないですよね。すみません。夜釣りです。ライトで照らしてもこんな感じ。GoPro だとこれが限度。まあ GoPro ホワイトっていう一番安い、海外で2万円ぐらいで買った GoPro なんで、しょうがないです。80センチ、指3本。まあこのくらいのクラス、アベレージサイズですかね。ほんといい感じで釣れてます。今回はこれも浮き沈んじゃってます。うん、ずっと撮ってればいいんですけど、まあ来そうだなと思う時に GoPro つけてんですよね。沈んでも待ってます。実際ですね、当たりは多いんで、まああと乗るのは少ないんで、一回当たった後、まあよく張り掛かりしないともう一回乗ります。乗りますというか当たってきますんで、その時に GoPro つけてるんで、1回目でヒットした場合にはこんな感じになっちゃってます。すいません。でも浮き沈んでからもこんなに私待ってます。なぜかというと、早合わせはバラす原因だからです。ここで合わせ、合わせてもですね、2分の1から5分の1ぐらいしか乗りません。食いが浅い時なんてほんと5分の1ぐらいです。張りがかりもですね、口の先端だけっていう時あります。まあ2分の1ぐらいの時はね、あの胃袋まで餌を飲んでることが多いですかね。それで、あのロッドの負荷はですね、15から20号、こんくらいないとですね、このタチウオ、あの3メーターぐらい抜き開けって難しいです。タチウオ80センチ、指3本。ほんと指細くならないかな。そしたらドラゴン8って言えるんですけどね。今日の釣果は指3本が3本、だいたい80センチぐらいです。まあここフレイユーラのアベレージサイズですかね。70センチぐらいになるとちっちゃいなと思うんですけど、80センチぐらいが普通で、90センチぐらいになると大きいなって思いますので、まあ80センチクラスがアベレージですかね。で、大きいのは今まで、まあ処理するとですね、大体メスですね。明日も仕事で夜にのんびりフィッシング。綺麗な夜景見て浮きが沈むの待って。
緑の浮きと緑のタヌキ見て楽しくフィッシング。家で緑のタヌキ食べようかな。ご視聴ありがとうございました。では。